IA ア,アリアオ a o ザ・プラネ p スマイナスは、ファーストプレイスから発売されている、音声合成ソフトウェアである。IA の略称が用いられる。音源は、リア、キャラクターデザインは、漫画家の赤坂赤が担当している。リアと同じく、ファーストプレイス所属の、バーチャルアーティストという肩書きのもと、2018年、国際情報オリンピックの実行委員を務めたり、 AI 人工知能エキスポでのパフォーマンスを担ったりと、キャラクター活動も行っている。公式の 3D モデルが用意されており、これらを駆使したライブも、世界展開で行われている。ボーカロイド、IA ア,アリアオーエニョザプラネテスマイナス2012年1月27日には、ボーカロイド3対応の、IA ア,アリアオーエニョザプラネテマイナスが発売された。 IA ロックスアリアオーエヌザプラネテスマイナス2014年6月27日には、新しい音声ライブラリー、IA ロックスアリアオーエヌザプラネテスマイナスが発売された。前作と同様に、ボーカロイド3に対応する。c b を IA トークアリアオーエヌザプラネテスマイナス2017年3月1日には、c b をクリエイティブスタジオのトークライブラリー、 IA トークアリアオーンザプラネテスマイナスを発売。IA イ,イングリッシュ誌アリアオーンザプラネテスマイナス2018年6月29日には、CBO クリエイティブスタジオ向け英語ソングライブラリー、IA イ,イングリッシュ誌アリアオーンザプラネテスマイナスが発売。流暢な歌唱を重視した、ナチュラルと力強い表現力を備えた、パワフルの2種類のボイスが搭載。 CBO AIIA トークアリアエンザプラネテスマイナス -2021 年3月12日発売 CBO AI による新たなトークライブラリーが発売2021年3月13日から3月20日にかけて公式ツイッターにテワンとの CBO AI トークの掛け合いサンプル動画が公開されたまた3月27日からのアリアステーションよりボイスとして採用される CBO AIIA ソングアリア ON ザプラネテスマイナス二千二十一年発売予定 CBO AI ソング向けの日本語ソングボイス CBO AIIA ソングイングリッシュアリア ON ザプラネテスマイナス二千二十一年発売予定 CBO AI ソング向けの英語ソングボイスこの記事は以下のカテゴリーでも参照できます IA, VT カラフルマイナスに関するカテゴリー ありがとうございます。